こんにちは、翔太です。今回なんですけど、無課金の方におすすめの、まず最初に集めるべき奥義について話していこうかなと思います。といっても一つだけなんですけど、今来ている長江ですね。こちらが必要になってきます。一体どんな奥義かというと、こちらですね。一番上の五子領将でいいんですかね。なんか五代将軍の奥義らしいんですけど、長領、落信、右近、長江、徐行。この5体で防御力10%と HP 最大回復率3%っていう5体奥義が解放できます。で、これ SSR だけの5体奥義。確か唯一の5体奥義だったと思うんで、SSR の。これはもう最優先で解放してもらうのをおすすめします。で、HP 最大回復率3%っていうのがめちゃめちゃ優秀で、これどんどん強くなっていけば強くなっていくほど、効果を実感できるんですけど、まあ、極端なこと言うと HP1000 万あったら、毎ターン自分のターンが来るだけで30万 HP 回復します。もっと上位の方は、これだけで100万とか毎ターン回復するようになってるんで、この HP 最大回復率、しかも伝説神器で上げると1上げて0.1%あるんですよ。この3%まで上げようと思ったら、伝説を30まで上げないといけなくって、かなり無茶な感じになると思うんで、これはもう最優先ですね。私も最優先で解放していこうと思います。なんで、ちょっと長江出るまでついに回して終わりにしようかなと思います。このサーバーで初めて百科美人回してます。で、まあ、高級チケットは十分あるんで、まあ、そのうち、多分結構余るんじゃないかなと思います。っていうのも、10連で10確実に出るんで、これかなり優しいですよね。そろそろいいんじゃない？あ、まだまだ。はい、しかも絆10か3が出るんで、だいぶお買い得ですよね。あ、これであと1連したら終わるんで。じゃあ、まずは、5体のうちの1体、長江をゲットしていこうと思います。私は退屈はさせんよ。はい、それでは今回はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画をどんどん上げていくんで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。